楽しかった。まだ家に帰るのが惜しいくらいだぜ。あ、じゃあさ、ちょっとだけ寄り道してもいいかな、かな。寄り道？遠いのか？ちょっと歩くけど、すぐ済むから。あ、しまった。すまん、レナ。この後、お袋の用事があるんだ。え？あ、そうなんだ。帰りに買い物頼まれてさ。残念だけど。ううん。あ、なら急いだ方がいいよ。沖ノ宮のお店って閉まるのが早いから。悪い。じゃあな。うん、またね。あれ、リカちゃん。みー、ケイチもお買い物ですか？お袋のお使いでさ。洗剤、洗剤。あれ、そうか。大違いなのですよ。それにカゴの中に魚の缶詰が入ってますが、猫も大好きと横に書いてあるのです。ケイチの家ではニャーニャーを飼ってるのですか？慌てて買うとろくなことがないのですよ。ミパでは、ケイチ。ケイチはオーストラリア牛と中国牛とアメリカ牛と伊勢松坂最高級牛だったらどれを食べたいですか？茨城産の人参を買ってきます。大丈夫か？
リカちゃま。どうかしましたかの。あらあら、リカちゃま。小銭を落としたのですか。どれどれ。おい、そっちの下も見てくれんかの。ありがたや。ありがたや。人だかりができていると思ったら、やっぱりリカちゃんか。え？あ、君、今慣れ慣れしいなって思った？図星だったみたいだね。そんな。ああ、僕は富竹。フリーのカメラマンさ。野鳥の撮影で雛見沢にはたまに来るんだ。富竹さん、リカちゃんとはお知り合いで？ああ、この村にはよく来るからね。もう随分長い付き合いだよ。ああ。リカちゃんの人気は相変わらずだね。この村に引っ越してきたばかりみたいだね。まあこの雛見沢は村人同士の連帯感がとても強くてね。リカちゃんはそんな雛見沢の人々の心の拠り所になっているんだよ。心の拠り所？以前ダム工事の時にあった話、聞いたことはないかな。可愛いですからね、リカちゃんは。圭一、何の話なのですか？
いや、みんながリカちゃんを可愛がりたくなる気持ちがわかるかなってさ。サトコちゃんもリカちゃんと同じくらい可愛いのにな。え、それどういう意味ですか？富竹、いたのですか？久しぶりだね、リカちゃん。久しぶりなのです。いい写真は撮れましたですか？おかげさまで、またいろいろと面白いものが発見できたよ。それはよかったのです。ニッパー。富竹はカメラマンさんなのです。ちなみに腕はあまり大したことはありません。きついな、リカちゃんは。いや、ちょっと買い物に来ただけさ。それよりリカちゃんは？夕飯の買い物です。今日は僕の当番なのです。ニパー。僕も一度リカちゃんの手料理をごちそうになりたいな。今度、フグ鍋をご馳走するのです。当たり付きでスリル満点なのですよ。当たり付きの料理って？ケイチもいかがなのですか？やっぱりリカちゃんにはかなわないや。それじゃあ僕は用事があるから、これで。それじゃあ俺も帰ろうかな。お、ケイチ、これをケイチにも一つあげるのです。おまけ？さっきお買い物したらお店の人がおまけにくれたのです。まだこんなにあるのですよ。だってこれ全部かよ。そっか、サンキュー。じゃあ、いただきます。わかりました。
ここでいいのです。ケイチ、運んでくれてどうもありがとうなのですよ。え、ここって神社だけど。そっか、ここがリカちゃんの家だったのか。そうなのですよ。ようやくわかるなんて、ケイチも案外抜け作さんなのです。ニパー。別に内緒にしていたわけじゃないのです。この村では有名なことだから、帰って話す機会がなかっただけなのですよ。有名ってこの神社が？はい、なのです。そして何を隠そう、この僕もこの村では有名人なのですよ。よいしょっと。ん？その自転車。サトコ遊びに来てるのか？サトコは僕と一緒に暮らしているのです。かわいい居候さんなのですよ。ニパー。ケイチ、ここまでご苦労様なのです。これはお駄賃なのですよ。はい。お、あ、あ、サンキュまあ、いいか。さあ、とこ、便所には溜めてから行け。一気に出せて楽で早いぞ。キャッ、花も恥じらう乙女になんて口の利き方。さてと、今日は快速にのっとり、部員の諸君に是非を問いたい。彼、前原圭一君を新たな部員として我らの部活動に加えたいのだが、いかがだろうか。レナは異議なし。あはははは、近隣風情が私の相手を務められるかしら。僕も佐藤子も賛成しますですよ。全会一致おめでとう、前原圭一君。君に栄えある我が部への入部試験を許可する。順を追って説明しろ。俺はまだ入るとは言ってないぞ。何の部活だ？我が部はだな、複雑化する社会に対応するため活動ごとに提案される様々な条件か、時には順境、あるいは逆境からいかにして。弱いからいじめないでほしいな。
仲良くやろうね。レナは甘えてますわ。弱い者は食い尽くされるのが世の常でございますわ。つまりみんなでゲームして遊ぶ部活なのです。先に断っとくけど、ままごと遊びみたいなレベルじゃないからね。一生いっぱいに命がかかってるくらい本気でかかった方がいいよ。楽しくやれればいいじゃないか。そう凄むなよ。快速第一条、狙うのは1位のみ。遊びだからなんていういい加減なプレーは許さない。快速第二条、そのためにはあらゆる努力をすることが義務付けられておりますのよ。もちろん僕も頑張りますです。レナも弱いけどね、精一杯頑張ってるの。よし、俺も本気でやってやるぜ。ケイちゃんに一応忠告ね。レナも結構えげつないからね。難しいゲームはケイちゃんだけに不利だからね。今日は誰にでも分かるゲームにしよう。スタンダードにトランプのジジ抜きはどう？よし、受けてやるぜ。やっぱり罰ゲームがないと燃えないよね。今回はビリに顔面落書きの刑、どう？はぁ、油性じゃないよね。油性じゃないよね。上等でございますわ。じゃあカード切ってみんなに配るね。じゃあ、1枚抜くね。ま、終盤になればおのずとわかるし、最初はどうしようもないよな。このトランプ、結構傷物だろ。まさか、みんなにはその傷で、そこに伏せたカードが分かってる？快速第二条ですわ。ケイチさんも勝つために最善の努力をなさいませ。いくつかのカードは特徴的だから、ケイチ君にもすぐ覚えられるよ。
上等だぜ。この程度でハンデになると思うなよ。ていちゃんの手札を右から言うぜ。3、4、9、ジャッククイーン。グワー。ちなみにジジはダイヤの J なのです。うわー。どうカードを入れ替えたって見え見えですわ。上がりですな。グワー。鬼だ。こいつらは鬼だ。レナは鬼じゃないよな。ごめんね、ケイチ君。こっちがハートの3だよね。アーガリ。ポイントは減点制ね。着順がそのままマイナス点。トータルで一番少ない人が優勝。ではケイチはビリなので5です。やっぱりさ、綺麗なトランプでやらないとケイチ君に不公平だよ。いいのいいの、ケイちゃんだって男だし、これくらいの逆境は跳ね返せるよね。貧民風情は逃げ返って涙で枕を濡らすのがお似合いでございますことよ。ファイト王です。上がりましたです。欲しいのは7なんだが、これかな。わかりませんことよ。見えた。これだ。なんか一番分かりにくいはずですのに。
ほら、ケイちゃん隠さない。この傷が確かダイヤの2だったよね。あれ、あー、みーちゃんがカード間違えるなんて珍しいね。違う。ケイちゃん、あんた、まさか。ダイヤの2を偽装したというですの？味な真似をするでございますわ。ケイチ、一矢報いましたです。やったね、ケイチくん。大前線だよ、だよ。まあ、ビリは確定だけどさ、最後にミオンから1本取れたから大満足かな。この回、仮にケイちゃんが1着になってもトータルビリが確定するんだけど、嫌でしょ？当たり前だ。一騎打ちしようよ。ワンチャンス。勝てたらケイちゃん1位で私ビリの大逆転なんて、どう？乗るでしょ？ワンチャンスだと？ルールを説明しろ。右手のカードと左手のカード、どっちがジョーカーか当てたらケイちゃんの勝ち。今後ろに回した時ジョーカーを抜いたってことはないだろうな。ケイちゃんが負けたら反対の手のカードも公開するよ。それなら OK でしょ？よし、乗ってやる。もちろんだぜ。逆転の大チャンスだ。あのカードは？ケイちゃんは右のカードを疑ってる。じゃあ右にする？右？クローバーの7だね。
さすがミヨンだよ。ケイチさんは何を言ってるのでございましょう。だって左 C です。ケイちゃんはどうして右がジョーカーじゃないって確信できるの？右のカードが何かは俺にもわからないさ。だが左のカードがクローバーの7だってことだけはわかる。じゃあ残る右のカードがジョーカーなのじゃありませんこと？必ず左右どっちかがジョーカーという約束でしょ？ああ、左右のどっちかにジョーカーがあるのは本当だろうな。ケイチは勘がいいです。え、リカちゃん、それってどういう…つまりさ、クローバーの7はさっき俺がサトコのスペードの7と合わせて捨てたカードなんだよ。つまりミヨンは捨て札を1枚拾って左のカードに重ねている。つまり、そうか、わかった。左のカードをクローバーの7に見せかけているんだね。ジョーカーは左手だ！初代部長として私も様々なプレイングを見てきたけど、ケイちゃん、あんたはベストだよ。ベストオブザベストオブザベスト。